一宮市広報アイラブ一宮、司会は私斉藤みなみです。どうぞよろしくお願いします。さて、博物館にやってきました。現在こちらでは新収蔵品展コレクター秘蔵の一品と題して、近年博物館に寄贈された美術工芸品の企画展が開催されています。さて、どんな作品と出会えるのでしょうか。早速行ってみましょう。それでは博物館の杉山さんにお話を伺います。杉山さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回の企画展では寄贈された美術工芸品が展示されているんですね。はい、博物館には市民の方から寄贈された美術工芸品が数多くあります。今回は寄贈者が独自の美意識で収集した秘蔵の一品ともいえる絵画や工芸品を公開します。秘蔵の一品、いやー、どんなものがあるのか気になりますね。早速ご紹介いただいてもいいですか。はい、わかりました。まずは佐振誠の作品をご紹介します。一宮にゆかりのある方なんですか。はい、そうなんです。1898年明治31年に名古屋に生まれたのですが、お父様が一宮銀行の取締役や一宮町長などを歴任した人物だったので、一宮市とゆかりがあるんですよ。お、じゃあもしかしたら佐振さんも一宮市に遊びに来たことがあるかもしれませんね。そうかもしれませんね。さて、ここでご紹介したいのは、はい、二人のラフという作品です。こちらはデッサンですか。はい、この作品の裏側には山北次郎太急増と記されています。山北次郎太は東京美術学校で佐振の1年先輩で、2人は親友でした。博物館の隣にある妙光寺仏殿の天井画を手掛けた画家として知られていますが、描くはずであった佐振が38歳で亡くなってしまったことから、山北がその意思を継いで天井画を描いたのです。この佐振誠のデッサンはかつて山北次郎太が所有していたということで、2人の交流を示す作品でもあります。続いては、一宮市出身の画家である八木重雄の作品をご紹介します。地元出身の画家だけあって寄贈された作品もたくさんあるんですね。そうなんです。八木重雄は1913年に一宮市に生まれ、市内の学校で美術を教えながら洋画家の辻久志、紀藤鍋三郎に師事しました。戦後日本美術展覧会などで活躍し、1972年には現在も続く一宮美術作家協会の創立に関わりました。地元の芸術文化に貢献した人だったんですね。そして杉山さんのおすすめの作品がこちらですか。はい、こちらはですね、尾鷲湾という作品です。八木さんは主に風景画や人物画を得意としていたようで、こちらはとても小さな作品ですが、海の表現がとても伸びやかで奥行きを感じさせます。ちなみに一宮出身ということは、一宮の風景を描いた作品もあるんですか。はい、一宮市内の風景や名所を描いた、作品集一宮八景というのはございます。それがこちらですか。はい、こちらが作品集に掲載されている作品のコピーです。木曽川堤の桜並木など馴染みのある風景が描かれていますね。そうですね、現在の様子を思い浮かべながら見ると面白いですね。今までは絵画をご紹介してきましたが、はい、この後はですね、工芸品を紹介していきたいと思います。工芸品ですか。ちょっとなんだか見慣れない形のものが展示されていますが、こちらは何ですか。何だと思いますか。そうですね、バチみたいなものもついてますし、楽器ですか。はい、その通りです。こちらはサハリドラ
つまりサハリという技法で作られた打楽器の一種です。なんか中国映画とかでジャーンって鳴らしているドラのような形にも似ていると思うんですけど、そうですね、どんな音がするんでしょうか。はい、気になりますね。はい、今回は特別にちょっと鳴らしてみましょうか。あ、いいんですか。はい、わー、聞いてみたいです。じゃあお願いします。はい、あ、なんか見た目もすごい綺麗ですね。はい、どのあたりを叩くんですか。おへそのあたりですね。お願いします。やってみます。はい、かなり余韻があって味わいのある音色ですね。はい、実はこちらですね、おそらくこう、お茶事の時にですね、使われてたものだと思います。これを制作したのは初代魚住イラクという人です。サハリは銅と錫の合金という独特な素材で作られているため、金属鋳物の中でも最も高い技術が必要と言われています。魚住イラクが作るドラは特に音色が素晴らしいと言われています。木枠は氷見光道という人が制作したもので、ちなみにお二人とも重要無形文化財保持者、つまり人間国宝です。人間国宝、すごいですね。でも今回の展示品ってすべて寄贈されたものなんですよね。はい、これを所蔵していた方はどのようにしてどんな目的でこれを手に入れたんでしょう。寄贈品には作者の魚住イラクから昭和34年5月に所蔵者に宛てて書かれた手紙も添えられており、注文に応じて昨年の春に制作したが失敗してしまったので工芸店に出品した作品を譲る旨記されています。また手紙の後半には図入りでドラの叩き方も説明されています。お茶事で準備が整ったことを亭主がお客に知らせる際に鳴らすものとして使用されたと思われます。所蔵者の方は茶人であったと想像されます。最後はこちらの硯箱をご紹介します。わー、綺麗、すごく細かい細工がされていますね。そうですね、箱の外側には京都の吉野の桜が、内側には竜田のもみじが蒔絵のさまざまな技法で描かれています。吉野も竜田も古くから名所として知られていて、春と秋を代表するものとして有名な和歌にも登場している場所なんですよ。残念ながら作者や制作年代は不明ですが、日本伝統の蒔絵の素晴らしい技術が見られる作品です。かつての持ち主はこんなに素敵な硯箱で手紙などを書いていたんですかね。そうかもしれませんね。文化的にとても豊かな生活をしていらっしゃったことが想像されます。そうですね、絵画と工芸品のみとはいえこうやって見るといろいろありますね。博物館にやってきた経緯などを考えると面白いですね。そうですね、今回の展覧会では油絵や日本画、茶道具、蒔絵の道具など多彩な作品を紹介していますので、ぜひこの機会に日本の豊かな美術工芸品の世界をお楽しみください。また展示解説も行います。ところで杉山さん、週末にはイベントも開催されるそうですね。はい、毎週土曜日日曜日に開催しています。今月はいろいろな国の民族衣装を着る体験会が、7月には縄を転がしていろいろな模様の上のイベントも無料ですので、興味のある方はぜひ博物館へお越しください。というわけで私もモンゴルの衣装を着てみました。いや、可愛いですしテンションが上がりますね。似合ってますよ。ありがとうございます。ぜひたくさんの方に楽しんでいただきたいですね。杉山さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。